LVTP-6 はアメリカ合衆国で開発された水陸両用の装甲兵員輸送車である。アメリカの FMC 社によりアメリカ海兵隊向けに上陸戦時に沖合の揚陸艦から発進して海上を航行し兵員を海岸に敵前上陸させるために輸送し上陸作戦が成功した後には通常の装甲兵員輸送車としても運用できる。 車両として開発された。同時期に開発されていた大型水陸、両用装甲車、LVTP-5 と併用するものとして1951年より開発が開始され、1956年には LVTP-6 として正式に採用されたが、アメリカ海兵隊の方針転換により、正式化はされたものの量産は行われなかった。兵員輸送型のに、 火力支援型と、対空自走砲型が開発されたが、いずれも正式化はされておらず、施策のみで量産はなされていない。アメリカ海軍艦船局は、第二次世界大戦時に開発された、水陸両用装置車、LVT シリーズの後継として、1946年より、次期水陸両用装甲車の研究、開発計画を行い、各種の水陸両用車両が試作された。 これに対し、FMC 社は、水上での高速性を重視した、水陸両用走行車両の設計案を提案し、1947年には、試作車を製作している。この車両は総重量22トンで、角度の付けられた走行板で構成された、スピードボートに、早期式の走行装置を取り付けたようなデザインの車両であったが、構造が複雑で、 車格に対して搭載量が小さい点に難があるとして、海兵隊の評価はかんばしくなく、その後正式に開始された新型水陸両用車開発計画では、ボールドウィン・ライマ・ハミルトン社の開発した LVTPX1 及びパシフィックカーファウンダリーの開発したルベタ 105mmHMC の両車の設計を統合発展させた大型だが、 搭載量に優れるデザインの車両が採用された。これに基づいて、ボーグワーナー社参加のインガソル社が開発した、早期式水陸両用走行車両である、LVT-5 シリーズは、1951年8月に最初の試作車が完成したが、FMC 社は、より小型で安価な水陸両用早期車の必要性があるとして、l v t、P、x にミドルウェイトクラスアムトラック、 なる名称の水陸両用車案をもって開発計画への再度の参入を申し入れた。海兵隊側でも同様の意見が出されていたこともあり、LVTPX2 には開発の続行が指示され、M59 装甲兵員輸送車の試作型である T59 をもとに開発が開始された。1952年よりエンジンの異なる試作車が複数製作され、その中で クライスラ製のエンジンを搭載したものが量産車として選定された。試作車は LVTP-5 に比べて小型ながら、しのげなみ成にも優れ、10フィートまでの波浪の中でも安定した水上航行が可能で、地上での走行性能も良好であった。試験での評価も高く、LVT-6 として採用が決定、派生型の開発も開始された。 1956年には基本の兵員輸送型が LVTP-6 として正式に採用されたが LVTP-5 はすでに順調に量産されておりさらに改良型の LVTP-5A1 が完成していたことから海軍艦船局及び海兵隊は2種類の車両を並行装備する必要性はないと結論し LVTP-6 は正式化はされたものの、量産発注が行われなかった。これをもって、LVT-6 シリーズの開発計画は中止され、派生型の火力支援型 LVTH-X4、対空型ルベター X2 の開発も、試作のみで中止となった。このうち、LVTH-X4 は、カリフォルニア州、サンバーナーディの軍バース島市郊外の、 アメリカ海兵隊バースト補給省の敷地内に現在も展示されて現存している。LVTPX2 以外は変速機は原型の M59 と同じゼネラルモーターズ FS-301MG ハイドラマチックオートマチックトランスミッションを搭載している。資料、文献によっては LVTP-5 の火力支援型である。 LVTH-6 と混同されている場合があるので注意が必要である。AB 最大積載地で行動できるのは陸上走行時のみで、その状態では水上航行は不可能となるアメリカ海兵隊は独立軍手ではあるが、軍政上は海軍の下部組織であるため、装備の研究開発は海軍の部局が主導して行われる、ハット後年代に ハイリコの試作車両には LVTPX3 の名称が命切られている。そのため、後述の LVTPX により先立って開発されているにもかかわらず、正式番号上は5番になった。ランディングビヒクルトラクテ、パーソネル、エクスペリマントル、モデル1、上陸用装機兵員輸送車、試作1号型、ランディングビヒクルトラクテ、アーマード、 105mm ハウィットサーモーターキャリッジ上陸用装機走行車 105mm 自走砲型 AB アムトラックとはアンフィビュストラクター水陸両用装機車の意味の造語でアメリカ海兵隊の装備する水陸両用装機車の愛称であり最初にこの種の車両を装備した部隊の名称にちなむ同式地内には他に LVTPX1 ヤルベタ 105mm HMC といった LVT シリーズの試作車両が展示されている。ありがとうございます。